フリーブスド、フリーブスド、フリー BSD はユニックス系のオープンソースのオペレーティングシステム OS である。SCO によるシングルユニックススペシフィケーションの認証は受けていないもののネットブスドやオパンブスドと同じく AT&T のユニックスから派生した BSD の子孫にあたる。サーバ用途を試行しており、処理速度よりも安定動作に重きを置いている。 近代的なオープンソースの BSD としては、ネットブスドに次いで古く、1993年12月に最初の公式リリースである1.0が公開された。フリーブスドの開発者たちは、ウェブサイトにて安定していて、高速、高性能でなおかつ安全、先進的な機能や多くのセキュリティ機能を提供していると語っていた。フリーブスド JL 等の機能も、 レンタルサーバー等に適したシステムであると言える。Linux と異なりカーネルとユーザランドを含めて一つの OS であり、そして OS 側に GPL のものを含まないようにしていくことも特徴の一つである。そして、堅牢性の高い BSD カーネルの設計が最大の特徴として認知されている。1991年。 ウィリアム・ジョリッツによって 4.3BSD ネットニをベースとした OS386BSD が発表された。しかし公開後の開発が停滞したため、386BSD のユーザらは、ネフィシャル 386BSD パッチキットを制作し、バグの対応などを行っていた。その後 386BSD は、 ほぼ一年にわたって放っておかれ、やがてパッチキットの量は膨大になってしまった。そこで 386BSD のユーザラは 386BSD の開発の手助けのためパッチキットを適用した状態のクリーンナップスナップショットの製作プロジェクトを進めた。しかし、ジョリッツがこのプロジェクトの受け入れを拒否したことにより、プロジェクトは路線変更を余儀なくされた。 結局、パッチキットの最後の取りまとめ役であった、ネート・ウィリアムズ、ロッド・グライムス、ジョーダン・ハバードらは、自分たちで、新しい OS の開発を行うことを決意し、1993年に、フリーブスドプロジェクトをスタートさせた。フリーブスドという名前は、デビット・グリーンマンによって考案されたものである。1993年6月19日、ジョーダン・ハバード、 ロット・グライムス及びデビット・グリーンマンはフリーブスドの開発開始をアナウンスした。フリーブスドは 4.3BSD ネットミオベースに開発が行われ、1993年12月には最初のリリースであるフリーブスド1.0が、そして1994年5月にはフリーブスド1.1がリリースされた。しかしこの後、 当時ユニックスのソースコードの権利を持っていたノベルとカリフォルニア大学バークレーコートの長期にわたった訴訟の和解が成立し 4.3BSD ネット2にユニックスのライセンスに抵触する部分があることが正式に認められたそのためフリーブスドはそのまま開発を続けることが不可能となり1994年7月にリリースされた フリーブスド1.1、5.1を最後に4.3、BSD ネット2をベースにした開発を停止した。フリーブスドプロジェクトは、ユニックスのライセンスに抵触していないことが公式に、宣言された 4.4BSD ライトを元にして、フリーブスドの開発を再開した。再開後の最初のリリースであるフリーブスド2.0は1994年11月に発表され、その後、 フリーブスドは順調に発展を続けている。なお、XWindow システムについては、当初ザフリー86を標準として採用していたが、フリーブスド5.3からは XORG を標準とするように移行した。フリーブスドのパッケージ管理システムは、ビルド済みパッケージをインストールするパッケッジ、PKG8 とソースをビルドするスタイルのポッツがある。OS 以外で、 パケッジのインストールしたものは原則として、ユズ、ローカル以下と、バル、DB、PKG 以下に入る。つまり、OS 部分と、ほぼ分離されているので、明示的な管理やバックアップもしやすいが、基本的にライブラリーを共要する発想で、構成されているので、Windows 等で、アプリごとにライブラリーを用意することに慣れている人には、使いづらいと感じることもある。7K から 8K 等。 メジャーバージョンアップの際には使用ライブラリーの互換性がなくなるが一部 USB を使うものなどを除いてコミューパッド 7X を入れることにより動作するパケッジはビルド済みのバイナリオシステムにインストールする仕組みでポーツからインストールされたものも含めてバージョンやファイル構成が記録されるサーバは本家の他に本など各地にある 自分でもパケッチを作ることができるので複数ライド、位置環境の PC を管理している場合にも使うことができる。単独のパケッチの個別インストールもできるが、PKG やド R コマンドで上位にあるパケッチを指定することにより、依存パケッチもインストールされる。しかし、パケッチと PC のパール等依存ツールやライブラリーのバージョンが異なる場合、手動で修正が必要である、 等の問題があったり、リリース版では最新のパケッジを取得するために環境変数、パカゲしてを指定しなくてはいけないほか、ウェブ上の情報ではフリーブスドはビルドするのが当たり前という風潮がかつては多かった。試し新規インストール以外にはあまり使われないように見受けられる。基本的にはポーツ更新後1週間後程度にはステーブル版に 最新のパケッジがアップロードされているようだ。パケッジのバージョンアップ用のサポートツールとして PKG リプレイス等がある。ポーツは半自動的にソースコードからパケッジのビルド及びインストールを行う方法である。特殊なパッチを当てる当てないの選択肢ダイアログ等が表示される場合もあるが、基本的にはソースコードのダウンロードからコンパイル、パケッジ生成。 パッケッジインストールまでの一連の流れを自動的に行うことができる。ただ、実際には、シェルスクリプトだけのものや本と、NVIDIA 透明化品バイナリーや Java 等ビルド不要のものも多い。パッケッジに比べると作業領域を明示的に指定できる長所がある。基本的には、ユズ、ポーツに置かれる、ポーツの最新情報への更新は、 ポーツナップというコマンドを用いることで最小限の更新だけで済ませられる。あるいは c s a p ないし、k z ッ p を用いてポーツツリを更新することも可能。c s a p k z ッ p については自己参照のこと。ポーツに登録されているソフトウェアが新バージョンへ更新した時に一時的にビルドできなくなるなどの問題が発生することもあるので、パール等の重要なポーツの更新時には、 一定期間、一週間程度様子を見る必要がある。ポーツに登録されているソフトウェアは2013年1月3日の時点で2万4千を超えるが日々増加している。そのメンテナンス状況は、メンテナと呼ばれる管理者の能力や意欲に左右される面がある。そのため、常時メンテナンスされて高い品質を維持しているポーツも多いが、逆にソースファイルのサイトが閉じていたり、 ビルドできなかったりあるいは古いバージョンのまま放置されて、至りるものがあるという問題点も指摘されている。日本人、メンテナの活動により、日本語環境に関するポーツは、他言語に比べ比較的よく整備されており、特に、日本語版レイテックスは完全な環境が容易かつ、安定してインストールできることは、特徴的である。無駄なポーツを増やさないために、エトセトラ、 ポーツナップ、カンフで使わないカテゴリーを指定できるが、あくまでディレクトリ単位でのカテゴリー指定しかできない。安直にメタポートと呼ばれるものをビルドしようとすると依存する、ものをすべてビルドしてしまうのでファイル構成を把握したら、ベーシックなライブラリーから更新すると、ストレージ使用効率が良い。ポーツからインストールしたものは、たとえパケッチ生成を行わないように指定したとしても、 パッケッジからインストールしたものと同等に扱われる。サポートツールとして PKG リプレイスのほか、ポートマスターと Ruby 依存のポーチュープグレード等が使われる。PKG アドに起因するポートの依存記述には問題がありしばしインストールの妨げになることがある。PKG8 はフリーブスド用の次世代のパッケージ管理システム PKGNG として開発されてきたものである。 従来のバイナリベースパッケージ管理システムであるパケッチよりも手軽なバイナリアップデート、リモートパッケージ検索、依存関係の管理等の機能が強化されている。PKG はこれまでのものとはパッケージのデータベースの管理方法が異なるため、現時点では f i b s u 9 x までのバージョンでは PKG8 の使用がデフォルト設定にはなっておらず、手動で PKG 管理システムに移行しなければならない。フリーブスド 10.0R からデフォルトのパッケージ管理システムとして採用されている。フリーブスドでは安定版であるフリーブスドリリースの他フリーブスドカレントとフリーブスドスティーブルの2つの開発ブランチが存在する。カレントはまさに最新のフリーブスドのバージョンの開発ブランチで作業進行中のソースが並び、 開発途上のソフトウェアや過渡的な機能などが含まれている。しかし、これがリリース版に採用されるとは限らない。スティーブルは主に開発が終わったカレント開発ブランチに対して分子されてリリース版、安定版を作成する開発ブランチである。こちらに移ってからはすべての修正はこの開発ブランチで行われる。一つのバージョン系列の開発が終わるとこの ブランチからも外れ、以後一定期間は必要に応じて、セキュリティアップデート等の収めが行われる。修正はパッチを当てることで行われ、8.1、リリース P2 などと最後尾に修正が行われた、回数 P はパッチレベルのことが示される。なお、一旦スティーブルとして扱われると、一つ上の開発バージョンがカレントとして扱われることになる。例外として、 フリーブスド 5K では多くの改善や機能追加が行われたために5.0から5.2の間はリリース版が出ているのにもかかわらずスティーブルとして扱われない状態が続いていたが6.0がリリースされてからは元の体制に戻った。フリーブスドのスティーブル版とカレント版はサブバージアンを使ってソースコードレベルで OS のバージョン管理を行う。 ソースコードの更新にはかつては CSUP というコマンドが用いられたが CSUP は KZIP の主要な機能を C 言語で再実装したものである。これは KZIP がプログラム言語として一般的でないマジェラ -3 で実装されており、これが理由で CSUP はベースシステムに含まれるが KZIP はポーツから導入する。 ケイズップによる配布は2013年2月いっぱいで終了し以降はサブバージアンが用いられている。コディセ1以下に展開されたソースコードをメイクすることによりメジャーバージョンの更新も含めて OS 全体のバージョンアップができる。バイナリで配布されたリリース版に対してはフリーブスドアップデートというコマンドが用いられ定期的なセキュリティパッチ等のバージョンアップができる。 ジャネリックカーネルであれば、カーネルのアップデートも可能である。通常は、セキュリティパッチが入ると、カーネルの名称に P に等とバージョンがつくが、カーネル以外だけの更新の場合カーネル名は変わらない。フリーブスドのスティーブル版及びリリース版については、リリース後一定期間、セキュリティに関する問題が発生した場合に必要なアドバイザリー及びアップデートがリリースされる。 保証期間が設けられ、保証期間については以下の3つの区分が存在する。なおカレント版についてはあくまで開発版という扱いのためセキュリティアップデートやアドバイザリーは提供されない。ただし実際には各リリース版に対しノーマル及びエクステンディドのどちらを選択するか、その時点でのリリース版のコード品質等を考慮して個別に定められることが多く、 時には古いリリースの方が新しいリリースよりも保証期間が長いという逆転現象が起こることがある。例、8.1リリースの保証期間が2012年7月末までなのに、対し8.2リリースの保証期間は2012年2月末まで。また過去には7.1リリースと7.2リリースの間でも同様の逆転現象が発生した。 ただし8.2リリースの保守終了予定日は8.1リリース同様2012年7月末まで延長されている。このため特にサーバ等で長期に運用する予定の機器では保証期間の終了時期を踏まえたバージョン選択を行う必要がある。現在セキュリティアップデートなどがサポートされている安定リリース版及び開発ブランチは以下の通りである。リリースは 4.3BSD ネット2を元にして1993年11月に開発された。4.3BSD ネット2にユニックスのライセンスに定触する部分があるとして、1994年7月5日にリリースされた1.15.1リリースを最後に 4.3BSD ネット2を元にした開発を停止。 2.0リリースはユニックスのライセンスに定触していないことが公式に宣言された 4.4BSD ライトを元にして1994年11月22日に発表された。バージョン2の最終版の2.28リリースは1998年11月29日に発表された。2.0リリースは AT&T 由来の Unix ソースコードの 著作権者ノベルの法的請求権から将来にわたって公的に解放された最初のフリーブスドのバージョンである。また、インターネットサーバー拡大期の始まりにおいて広く使われた最初のバージョンでもある。3.0リリースは1998年10月16日に発表された。バージョン3の最終版の3.5リリースは2000年6月24日に 発表された。3.0リリースはジャイアントロックを用いて SMP システムをサポートできる最初のブランチである。3.1リリースからは USB をサポートし、3.2リリースから Gigabit Ethernet カードをサポートした。4.0リリースは2000年3月13日に発表された。2005年1月25日に出た最終版の 4.11リリースは2007年1月31日までサポートされていた。バージョン4はその安定性を称賛され最初のインターネットバブルの時期にプロバイダとホスティングサーバーから好まれたオペレーティングシステムでありユニックス系では最も安定した高いパフォーマンスのオペレーティングシステムの一つと広くみなされている。バージョン4の新機能では4.1リリースより 後にネットブスドやオパンブスドのシステムの一部となるクキュ2のシステムコールを導入した5.0リリースは2003年1月14日にカレント最新開発版として発表されたバージョン5の最初の安定版のリリースは2004年9月6日に発表された5.3リリースである5.05リリースから5.21リリースは 5カレントとして一般ユーザーの利用は進められていなかった。バージョン後の最終安定版は2006年5月25日に出た5.5リリースであった。バージョン5の最初のブランチとして登場した5.0リリースは先進的なマルチプロセッサとアプリケーションスレッディング、ウルトラスパークと IA-64 のプラットフォーム対応等のサポート取った。 注目度の高い機能を手広く先取りしていた。6.0リリースは2005年11月4日にリリースされた。バージョン6の最終版の6.4リリースは2008年11月11日にリリースされた。これらのバージョンは SMP と先進的な IEE802.11 の機能性のさらなる開発の他に下記のようなものがある。その他、 グリーエンプティブカーネル、タスクの置き換えと、ハードウェアパフォーマンス測定ドライバ HWPMC のサポート等が挙げられる。7.0リリースは2008年2月27日に、リリースされた。バージョン7の最終版の7.4リリースは2011年2月24日に、リリースされた。新機能は、下記の通り多彩にわたる。ベンチマークは、 Linux だけでなくフリーブースドの以前のバージョンに比べても著しい速度の向上を示している。4.0リリースより対応していた DECα アーキテクチャへの対応は7.0リリースより中止となった。8.0リリースは2009年11月25日にリリースされた。2009年8月にトランクからバージョン8はブランチした。 バージョン8の最新版は8.4リリースで2013年6月7日にリリースされた。主な機能はスパーピッチス対応、全のドメイン U、ドムへの対応、ネットワークスタックの仮想化、スタックスマッシュプロテクション、新しいティレイヤーへの置き換え、大幅に更新され、改善された ZFS への対応、8.2リリースで追加された。 USB 3.0とそのホストコントローラの比較であるキシーへの対応、イグンプ負荷を含むマルチキャストのアップデート、8.2、にリリースで追加されたインテル CPU 対応の NFS V4 と ICE のアクセラレータを導入している NFS のクライアントサーバーの書き換えである。 改良されたデバイスのママップの拡張機能によって X86 から64プラットフォーム用の 64bit NVIDIA ディスプレイドライバが実装可能となった。プラグイン対応の複層制御フレームワークと Linux のエミュレーション下で実行されるアプリケーションのシステム情報を取得する Datrace を使用可能とする機能は8.3リリースで追加された。 9.0リリースは2012年1月12日にリリースされた。9.1リリースは2012年12月31日にリリースされた。9.2リリースは2013年9月30日にリリースされた。9.3リリースは2014年7月16日にリリースされた。リリースの主な機能は新しいインストーラブスデンスタウル8の追加。 ユフスの FFS、ファーストファイルシステムがソフトプデイツジャーナリングに対応。ZFS がバージョン28に更新。ユーザーレベルだとレイスの導入。NFS サブシステムが NFSV3 及び NFSV2 に加えて NFSV4 に対応した新しい実装に更新。ファイル保護機能キャプチカムをカーネルでサポートフリーブスとパワー PC で。 プレイステーション3をサポートなどである。カーネルとベースシステムは、クラを使用して構築することができるようになったが、9.0リリースは、まだデフォルトで GCC4.2 を使用している。10.0リリースは2014年1月20日に、リリースされた。10.1リリースは2014年11月14日に、リリースされた。10.2リリースは2015年8月13日に、 リリースされた。バーチを、純仮想化ドライバが、KVM に対応、ヒューズの実装などである。10.0リリースに実装された、VIV-BSD ハイパーバイザーは、まだ実験的なハイパーバイザーであるが、仮想マシン内で、ゲスト OS を稼働できる。仮想 CPU 数、ゲストメモリをコネクティビティなどなども、コマンドラインパラメータで指定できる。10.3リリースより、 UEFI システムにおけるルートオン、ZFS インストールに対応した。11.0リリースは2016年10月10日にリリースされた。フリーブスド11は新しいサポートモデルの下で少なくとも2021年9月30日までの5年間の長期サポートが行われるとしている。フリーブスド11.0リリースのリリースエンジニアリングの終盤でオパンするの 脆弱性が公開されたため、フリーブスドリリースエンジニアリングチームはこれを修正した、フリーブスド11.0リリース P1 を新しくビルドして公開した。今回のリリース対象はこのパッチレベル1が対象となっている。アップグレードする際にフリーブスド11.0リリースがインストールされている場合、早期にフリーブスド11.0リリース P1 以降へ、 アップグレードすることが望まれるとしている。フリーブスの11.1リリースは予定通り2017年7月26日リリースされた。12.0リリースは2018年12月11日にリリースされた。安定版ブランチ単位で5年間のサポートを提供することについてビジネスモデルを再評価する必要が出てきたとして、 2019年3月31日まで新しいサポートモデルに関して意見を募るとしている。掲載しているのはリリースのアナウンスがされたバージョンのみ。2006年4月1日にはエイプリルフールのネタとしてフリーブスド2.29リリースが発表されている。フリーブスドでは2018年現在は対応アーキテクチャを ティア1から4までの4段階で管理している。最新のリリース版について、公式サイトにてインストールイメージが配布されているアーキテクチャ。いわゆるフルサポートアーキテクチャであり、ドキュメントなどもまずはこの層に属するアーキテクチャ向けに整備される。開発、サポートプロジェクトが継続しているアーキテクチャ。公式サイトでインストールイメージも配布されているが、 熟成度が低いとされて、部分的なサポートのみとなっている。試験的に開発が行われているアーキテクチャ。開発状況によっては予告なくフリーブスドのソースツリーから外される可能性がある。完全にサポート外のアーキテクチャ。フリースビープロジェクトはフリーブスドベースのライブ CD 環境を提供している。フリーナズプロジェクトはフリーブスドベースの ウェブベースでの操作を可能とした、n a ファイルサーバ用 OS 環境を提供している。NAZ4 フリープロジェクトは、フリーナズプロジェクトから分離した、n a ファイルサーバ用 OS 環境プロジェクトである。トレース、QPC、BSD プロジェクトは、フリーブスドをデスクトップサーバと両方に対応したディストリビューションを提供している。ハーディングブスドは、 セキュリティ対策を拡充するため2014年にフォークしたディストリビューション。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。